九州工業大学大学院生命体工学研究科生体機能応用工学専攻の山田と申しますそれでは私の研究室の紹介をします私の研究室の名称は生体力学で英語ではバイメカニクスと言います私の研究室では治療の支援や医学私学看護学分野との連携に力を入れて研究を行っています こここに4つテーマが挙げてありますこれについて上から順番に説明していきます。一番最初のテーマは医学、看護学、生活に関係するもので、褥瘡予防の定力的評価というものです。世の中にはいろんなマットレスが市販されていますが、その褥瘡予防効果というのはなかなか分かりません。私の研究室では その褥瘡予防効果を測定する装置を作ってマットレスを押さえたりずらしたりしてマットレスの力学的特性を調べ褥瘡予防の効果を調べていますまた皮膚と骨格筋の間にある皮下脂肪組織に監視を持っていますこの脂肪組織はずれに対して特別な挙動を示します その挙動を測定するときに脂肪細胞を染色して可視化しそしてその変形挙動を調べていますまたこういった脂肪組織の中にある静脈であるとかあるいは皮膚の中にある毛細血管が皮膚の圧迫によって閉塞する挙動に関心を持っています超音波画像の解析を行ったりあるいは 有限元素法でモデル化してこういった血管の強度を調べています2つ目のテーマは歯科に関するテーマで保存修復治療という治療方法がありこの時に用いるファイバーポストの強度評価を行っています右の図にありますような三点曲げ試験によって曲げに対する強度を調べたり このファイバーポストが破損した後のファイバーの損傷の様子を顕微鏡観察したりあるいは保存修復した葉の有限要素モデルを作成してファイバーポストにかかる力やその周りに取り付けるスリーブの効果を力学的観点から調べたりしています3つ目のテーマは循環器内かに関するテーマで 大動脈解離という病気があります。大動脈解離というのは、大動脈の壁が避けてしまう病気で、その危険性を評価しています。その際、患者さんの医療画像を用いて、有限要素モデルを作成し、応力状態や変形の仕方などを調べます。4つ目のテーマは、消化器内科に関するもので、 単管ドレナージ術の評価というテーマです。単管は肝臓の中にあり、単汁が流れていますが、悪性腫瘍によって詰まることがあり、これを胃などの消化器に流す必要があります。その際にはステントを用います。このステントの安定性を評価しています。今回の場合ですと 肝臓と胃の間にステントがあり、これをえ留置していますが、このステントを留置していますが、その安定性を利却点観点から評価するために、実際の利用画像に基づいてモデルを作ったり、力学的な試験を行ったり、有限要素解析を行ってえ調べますえ。私の研究室では、 研究テーマによりますが設計・製作から始まって測定それから画像解析や数値解析を行って対象となるものの性質や挙動を調べるということを行っていますこれからは計算バイオメカニクスにおける計算例を紹介します これは褥瘡の発症と予防に関するもので骨突起部の皮膚の毛細血管の閉塞を有元素法によって、えー、再現したものです。左側は、えー、仙骨部、えー、腰の辺りの、えー、前ん部の、えー、にある骨ですがそこの断面をモデル化してそれをマットレスに押し付けています。 そうすると、右側は毛細血管ですがその毛細血管が潰れていく様子がシミュレーションによって示すことができます。体圧を分散することによってこの皮膚にかかる圧力を減らすことができるんですがそうするとこの毛細血管の閉塞の仕方がどの程度減少するかそういったことを調べています。 これも浴槽の発症と予防に関係するものですが今度はズレを皮膚に与えてそ,その時のその組織の中にある血管の変形の様子を調べているものです先ほどは上から押さえると扁平な形になって血管が潰れていきましたがこの場合には血管が少し斜めを向くような形で 変形していく様子がわかります。これは、細胞と細胞外基質の間の力の伝達です。血管内細胞をモデル化しています。基質に変形を与えると、その変形が血管内細胞に伝わっていきます。それを有限素法でモデル化しています。 これは実際の実験結果と比較しており良い値が見られたということが分かっています。これは細胞の中の細胞骨格のダイナミクスに関係するもので細胞骨格の一つとしてアクチンストレスファイバーというものがあります。で先ほど出てきたそあの気質を えー、二方向に同じ量だけ引っ張りますそういった、えー、進展を与えた時にストレスファイバーが細胞の中でどちらの方向に配合するかというのを、えー、計算で調べたもので XY がその、えー、細胞低迷を表しており Z 軸方向はそれに垂直な方向です。緑の方 この原点から緑の方向に向かってストレスファイバーができるということをこのシミュレーションでは予測しています。これは褥瘡の発症と予防に関する解析ですが、これの場合にはマットレスの方に関心を持って研究を行っています。マットレスはこういった突起物が 当たるとその突起に近い部分が大きく変形するという特徴がありますこれは動脈効果の力学的評価に関する有限素解析で右側が熟上動脈効果ができた動脈で左側は正常な動脈です 正常な動脈ですと全体が同じように変形しますが左のように熟動動脈硬化がその左側の方にできているんですがそのできている場所はあまり変形していません一方で肩ショルダーと呼ばれるところでは大きな歪みが生じてこういったところで血管が切れるということが知られています。 ご視聴ありがとうございました。私の研究テーマを紹介させていただきました。私の研究室では実験や計算を行っています。もし関心をお持ちのテーマがありましたら、山田までご連絡ください。詳しい説明をさせていただきます。ありがとうございました。